アカペラ界にさ、これ以上セクシーなやつはなかなかいないよね。いや、いないっしょ。さっきなんかさ、なんだっけ、あのちょっとセクシーで売ってる感じのさ、あ、小娘たちいたよね。そうそう、ディーファだっけ、なんだっけ、わからんけど、彼、だってこれと比べたらさ、ちょっとさ、子供みたいな音声、そう、エンジン子かな。ハンジャネダセーナなんか来ちゃったよ。ちょっとやってやります。やってみせてよ、可愛い担当、セクシー担当。I was drawn up by the hand of care。 はい、ということで、ディーバの皆さんでした。どうぞ。いやいやいや、結構、俺らと釣り合うぐらいにセクシーだったもうね、楽屋で練習してる君たちの楽しそうな感じが羨ましくてしまったありがとうですね。あの、皆さん、僕たちあの、ね、ライブ活動やってない間にミュージックビデオっていうものを出したんですが、ご覧になりました？7万回再生も行きましたよ、すでに。本当に皆様のおかげで1日に何百回回してる人もいるらしいですね。本当にありがたい限りで、はい、なんか順平が混ざってきちゃってる、1日にね、何百回回してるらしいです。ありがたい限りでございますけど、あの MC、 あの MB にかけて出てくるんですね順平、どっか行け、順平あのミュージックビデオに関してですね、結構質問が来ております。ね、ちょっと答えてやるのが世の情けではないかと思いましてですね。それはビジュアル系なのか、武蔵と後ろがね世の情けかなと思いまして、ここでですね、ちょっと質問に答えていこうじゃないかと思っております。あの、Dさん、無茶ぶり、急な無茶ぶりで申し訳ないんですが、あの曲をね、なんか SE、BGM をなんかかけてほしいですね、1個目なんかちょっとラジオっぽいやつがいいかな、なんか雰囲気のあるやつ、なんかかけてください、ありますか、なんかお願いします。ナショナルジオグラフィックじゃないですか、ね、やめましょう、ちょっと違う、ちょっとビエさんお願いします、もうちょっとマジでそれがしたいですね、すいません無茶ぶりでえーしか言えないんですね、何時間かやったらいいんですね、これ古畑じゃないですか、ビエさん、ビエさんかぶせてきますね、自分で流して照明までピンスポで当てるって 笑いすごいですね。ちょっとぽいやつお願いします、本当にぽいやつお願いします、すいません。
さあ、あ、ラジオっぽいじゃないですか。いいですね。FM っぽい。いや、これ AM でね。これ AM? 1、2、4です。では、いきましょう。質問ですね。結構来てるんですよ、いろんな質問が。その中でも特にくだらないのを4つ選んできました。1個目のお便りです。ヤスさんのウクレレは、はい、ブドウブラックの袴田さんのものですか？いや、そんな仲良くないんで。あれ、誰だ？あれは、純平のウクレレですね。俺、純平じゃねえし。二重に間違ってるし。フェジティの、フェジティのウクレレですね。はい、次の質問いきますよ。サクサクいきますかね、正面質問ですかね。はい、次の質問。ミキヤさんの唇は、なんでカサカサだったんですか？やめてください、やめてください。気にしてるので、年中カサカサでしょ。やめてください。よく見てます。よく見てます。じゃあ次の質問いきますよ。はいはいはい。ミキヤさんが意外と体が締まってなかったのはなぜですか？俺ばっかじゃん。では最後の質問いきますよ。はい、ミキヤは今誰と付き合ってるんですか？しかも呼び捨て、呼び捨て。マジでこの質問、この文のまま来ましたよ。ミキヤは誰と付き合ってるんですか？MV に関する質問でございます。誰とも付き合ってません。本当でございますね、これは。ガチガチな話でございますけども。はい、以上の質問でございましたけどもですね。これ見てくださいよ、これ。ちょっと立ちなさいよ、あんた。初めてお立ちですけど。気持ち悪い、気持ち悪い。ね。まあ、衣装係を担当したのが、チェリーケン君と、タケユーゲン君ですけど、どうでしたこれ探すの。いや、これめっちゃ探すの大変だったんですよね。だってこんなの売ってるの見たことありますか？基本ないっすよね。これどこで買ったんだっけ。タケヤ、え、もう一回もう向かドンキホーテなの。ちょっとコント引きずってるね。そうそう、ドンキホーテで買って、まあ、ドンキホーテも普通に探しても見つからなくて、はいはい、これアダルトコーナーにあったんですよ。でもアダルトコーナーで、あんまり見たくない人は見なくていいんだけど、あのよく見るとね、ここに穴が開いていて、こうすぐまあことに及べるようになってるっていうか、ひどいね。でもこの絶妙の網の目がね、大変だったんですよね。そうなんです。なんかもう一個あったんですけど、マグロ漁みたいな網、マグロ捕まえるみたいな網、全部出ちゃうみたいな感じでございまして、まあまあまあ